やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。イエーイ、ズバッとのズバッとだよ。はい。今日のお題は、じゃん。群馬県知事が魅力度ランキングに切れて法的措置発言をしたことについて占おうと思います。誰が悪いのか。はい。基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法は、動画概要欄に書いてあって、で、ツイッターに、受付状況が書いてあります。ご覧になってお申し込みくださいませ。はい。ねえ、これ毎年、群馬だの、茨城だの。おめえ、笑っちゃいけないんだけどさ、いや、ねえ、なんか、いいようにお互いでネタにできないのかな、とは思うんだけどさ、うん。群馬、茨城みたいな。この前は栃木か。栃木とかね、なんか、再開になったとかさ、毎年ね、ちょっとした騒ぎに最近なっておりますけれども、群馬県知事が法的措置発言で調査会社が反発して意図が理解できないみたいな、弁護士 .com ニュースをちょっと見ますよ。このランキングは民間の調査会社であるブランド総合研究所っていうところが毎年行ってるやつで、点数が大きいほど消費者がその地域を魅力的っていう感じる人が多いことになってるらしいです。で、群馬県は2021年に44位。去年は40位だったんだって。40位から44位に下がったんだって。これに対して山本知事が、なんで群馬県の順位が下がったのか、理解できないと。根拠の不明確なランキングによって魅力がないと誤った認識が広がることは、県民の誇りを低下させるのみならず、経済的な損失にもつながる由々しき問題と懸念を示した。で、弁護士とも相談の上、法的措置も検討して参りたいと話して、で、調査会社の方は困惑しておりますと。そもそも我々は消費者調査を行ってその結果を発表しているだけであって、調査結果の発表を押さえつけようという発言であれば、それは言論の自由、報道の自由を妨害することでもあり、まあ確かにな。うん、言論の自由、報道の自由、うん、まあね、そうね、うん。世の中の全ての調査結果の公表、公開を妨害するということになるのではないでしょうか。で、なお結果が下がったとの発言もあったとのことですが、群馬県の魅力は、点数だけで言うとね、去年の 13.4 点よりも今年が 15.3 点だから、なんかランキングは下がってるんだけど、点数は上がってるんだって。だから、魅力度自体は高まってるけど、他にももっと高まった県が多かったんじゃないかっていうことをランキング会社は言ってるのね。ねえ、言論の自由って言うとね、私のこの占いチャンネルにも、この動画を、消してください削除してくださいって、たびたび言われますけれども、芸能人とかね、アイドル関係でファンの方から、この動画は、頑張ってるのに失礼だから、削除してくださいって言われると、私も、うん、言論の自由みたいな、表現の自由みたいなのがね、こう、かすめるんだけど、今、確かに、言論の自由、表現の自由って言われると、あ、そうねって、納得したり、まあ、うん、でも知事の気持ちも、まあ、わからなくもなかったり、ラジバンだり、懐かしいね、ラジバンだり。うん、はい。こんな感じでございますけれども、皆さんはどう思いますか、これ。ね。例えばさ、これ、大阪とかがさ、最低とかに、もし、ならないと思うけど、もしなったらさ、ネタにしそうな気がするの、ネタにして、みたいな。群馬ね、真面目にこう、正面から、こう、受け取っちゃうんだろうね。じゃあ、タロットさんは、魅力度ランキング、これ自体をどう思うのか。いや、こいつはもう、いや、絶対やめた方がいい。悪い。こいつは悪だっていうのか、やっていいんじゃないっていうのか。で、タロットさんは今回のこの群馬県知事の法的措置を取るっていうことをね、言った。これについてどう思うのか。ランキングはやめるべきなのか、続けるべきなのか。まあ、上位だけ発表すべきだ。例えば10位までね。上だけ発表すべき。まあ、これもわかる。まあ、これ一番平和だろうなって思う。うん。都道府県じゃなくてさ、住みたい街ランキングとかもあるじゃん。魅力のある街ランキング。確かにあれで自分の住んでる土地が、住みたくない街の、住みたくない街、うん。住みたい街の最下位とかだったら、確かに、でね、自分の地元とかだったら確かになるなと思うから、繊細だね。上位だけ発表すべき。まあ、これ平和だよね。うん。で、調査会社の意図は、なんかね、これ、なんて言うんだっけ今、マッチポンプ違うそんな単語なんか、自社のビジネスのためなのかっていうと、ランキングが低かった県に対して、こういう
アドバイスとかコンサルティングをするからどうですかみたいな、そういうのにつなげるための目的なのか何なんだろうみたいなこともありますので、ちょっと占ってみようと思います。群馬県の皆さんの意見が聞きたいな。これ実際どのくらいの不愉快度だったのかとか、知事のこの発言どうなのかしらみたいな、どうなんだろう。そう、玉木はこう人事だからそんななんかヘラヘラ占ってられるんだよね、思われるかもしれない。すいません、真剣に占います。はい、タロットさんは魅力度ランキングをどう思うのか。タロットさん言っても私のハイヤーセルフだけどね、魅力度ランやめた方がいいって言ってるかな。ちょっとやめた方がいいって言ってる気がするな。うん、そうね。うん、はい、ズバッと出ました。あー、タロットさんはこうなんだね。そうか、いやどう出るかな。いいじゃん、面白いからいいじゃんって続ければみたいに出るか、否定的かどっちかなって思ったらめちゃめちゃ否定的だった。もうや絶対やめろくらいの強さだよって、あのわがままであると、このランキングはわがままでオフェで身勝手だみたいなのと、あとなんかその内容がね、わかりやすくというか、中身を明らかにみたいなのはなんか言ってるよね。あとは、うん、なんかもうちょっと優しくなろうよみたいなのを感じた、タロットさん。で、対策終点資料深くだから、もっと優しく資料深く、こういうの繊細な話題かもしんないしさ、資料深くなってやめた方がいいんじゃないみたいな感じだね。うん。じゃあランキングやめるべき、続けるべき、上位だけ発表すべき、まあいいや、うん、それはそれで裏の、はい。じゃあ群馬県知事をどう思うか、タロットさんは今回の群馬県知事の対応をどう思うか。これもね、意見が分かれてて大人げないっていう人もいれば、うん、そうだよねって思う人もいれば、タロットさんは、はい、ズバッと出ました。ああ、タロットさんはお互い魅力度ランキングもやめるべきって言ってるし、群馬県知事も未熟だったな、みたいな。なんだろうね。あの、世界の逆よ。あと太陽の逆、節制の逆、フルの逆。全部ネガティブなカードが出た。全体的にこう人として未熟かな、みたいな。未完成かな。まだまだもうちょっと人として修行せよ、みたいな感じが感じられるかな。ちょっと根が暗い、うん、ネガティブに考えすぎじゃないかなっていうのと、気持ち、自分のね、自制心みたいな、自制心がないんじゃないか。フールの逆も似てるよ。想像しいとか、無知とかね、物事を知らない無計画、無知無計画みたいな。ちょっと全体的にこう、人間的にちょっとネガティブに考えすぎなのと、落ち着きがない感じ。もうちょっと落ち着いて、落ち着けばいいのにみたい。はい。そんな感じですね。だからどっちもどっちみたいな感じかな、タロットさんは。じゃあランキング。やめるべき、続けるべき、上位だけ発表すべき。やめたらどうなる、続けたらどうなる、上位だけ発表したらどうなる、だね。うん。また回してる、間違えちゃった。よいしょ。ん ?1,2,3,4 合ってる。1,2,3,4,5。あ、いいのか。これ、5枚の時と6枚の時があってさ、手が勝手に6枚やっちゃうから。よいしょ。あー、ズバッと出ましたかな?出たかな?すべてにおいて否定的だった。すべて。やめたらどうなるも、やめたらやめたで女強行の逆なんだよ。なんか、知的じゃないよね、みたいな。だ、知的な面白さみたいなのは、まあ、タロットさん感じてんのかな。続けたらどうなるか。続けるは続けるで、フルの逆、無知って出てるし、じゃあ、上位だけ発表すべきっていうのも、そういう、なんか、中途半端じゃないっていうか、迷いだよね。バランス悪くないみたいな。結局どうすればいいんだよね、対策。対策っていうか全体のキーカード、運命のは。どうしたもんかね。最初はタロットさんさ、もうやめた方がいいんじゃないってあんなに強く言ったけど、まあ、
したいようにすればみたいな。なんか、それは、その部分はなんか別に、うん、なんかどうしたって、うん、ないならないでつまんないし、続けたら続けたでなんか、うん、続けても続けなくても、どっちにしろなんか知性みたいなのがなんか感じられないし、上位だけも中途半端だし、って言って。じゃあどうしろっちゅうねん、タロットさん。うん、なんか、運とかタイミングとかに任せればみたいな感じよ。どうしたらいいんだろうね。知りたい人だけ知れるようにするとか。それは、運命のはタイミングが合うとかね。ラッキーとか。困ったね。なんか結構投げやりな感じになってこなかった？すべてに対してなんか曖昧なこと言ってるから、なんかその会社のしたいようにすべきでいいんじゃないみたいな感じかね。なんかタロットさん的には、自分がどうこう言うことじゃないし、みたいな。好きなようにすれば、みたいな。そんな感じに取れちゃった、うん。その調査会社がしたいようにすればいいじゃん、みたいな。それこそ表現の自由みたいな。そういう感じですかね。調査会社の意図は、自社ビジネスのためなのか。調査会社の意図は、これ自社の利益のためなの？これを発表することによって、すごくいいことがあるのかしら。それとも、何の報いもないのにやってるとしたら、ただの本当に言論の自由みたいなね。その中で楽しんでますみたいな感じを受けるけど。よいしょ。はい、ズバッと出ました。ああ、いいことあるんだろうね、自社に。自社なり自社とつながりのある会社にとって、これをランキング発表することによって、星なので、星と恋人でしょ？なんか、そのランキング発表によって何かこう、ビジネスパートナー依頼する人なりが出てきて、なんか結果が出るんだろうね。フールの逆。まあ、これはなんか、無知無計画なのは一枚ペラって出てるけど、まあまあ全体的にこのランキング発表する会社とその周辺の会社にとって何かいいことがあるんだろうね。で、退社不注意点に悪魔が出るから。そうだな、このランキングを発表してる会社自体が、その周りの、なんか、うちに有利になるように、ここを上位にしてよとか、ここ下位にしてよみたいな、そういう順位の操作とか、なんか、ランキングの操作がそのうち、利害関係をめぐって発生しないかっていうのが心配ねって出てきた。だから、うん、今は純粋な順位かもしれないけど、わかんないけどね。今後、純粋な順位じゃなくなっていくビジネスをめぐってな、そういうのは心配かなって思った。そうなったらもうやめた方がいいよね。はい。以上になりますが、いかがだったでしょうか。うん。群馬の人にとっては、あとね、茨城の人とかね、下位の人にとっては、あれは人事じゃないよって思うかもしれないけど、ね。そうよね。あんまりいい気分じゃないよね。じゃんけんいきますね。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。パンなので、チョキの人の勝ちです。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。群馬、茨城の人、まあ、栃木も魅力的だから、頑張って、大丈夫よ。うん。私に慰められたら、逆効果かもしれないけど、大好きだから。はい、じゃあね、バイバイ。